番ひどかった時はずっと起き続けてたのって72時間一睡もしなかったってこともありますよ。自分は2000万ドルショートだった。そしたらそのお客さんが売買方向間違えましたっつって、え、すいません4億ドル買わせてくださいって言ってきた。通常は利益も損も数千万円ぐらいです。一番ひどかった時、その72時間寝なかった時っていうのは最大でもって含み損が超えたりとか、反山中勢力っていうのが出てくるんですよ。でそれは全員皆さんこんにちは、 FX トレードルームへようこそ、ゆかてぃんです。今回は外資系投資銀行の働き方、激務なのか、年収はいくらなのか、またモテるのかといった内容を山中さんにお伺いしていきたいと思います。外資系投資銀行、通称外銀でのキャリアを聞くと、多くの方が高級であったりとかエリートっていうイメージを思い浮かべるかもしれません。しかしその裏側には想像を超えるプレッシャーや長時間労働が待ち受けています。今回は実際に外銀で働いていた山中さんにお越しいただきました。業務の実態、キャリアの魅力、そして日々直面する大変さについてお話を伺い、外資系投資銀行の裏側に迫りたいと思います。では簡単に山中さんの紹介をさせていただきます。現在はトレーディングビュー部門ディレクターということで、経歴が1982年アメリカ銀行に入行、こちらバンクオブアメリカですね。そして為替トレーディング業務に従事され、その後は日本の企業に入られたんですかね、はい、ということで、もともとはバンクオブアメリカにいらっしゃったということですが、はい、大学の卒業して新卒で入られたんですね。そうですね、新卒でもう普通に、まあ、最初の仕事がバンクオブアメリカだったという感じですね。大学時代は例えばどういった学部とか、その銀行に入る人ってどういった方が多いんでしょうか。そうですね、まあ、大体経済学部、法学部、小学部、理工学部、まあ、学部は特にどこっていうのはないですね。で、まあ、例えば同期の人なんか見ると理工学部とか法学部とか小学部とか、もうバラバラですね。ちなみに私はですね、専門は法律です。あ、そうなんですか。はい、法律はそうですね、まあ、今なんかも結構金商法だなんだとかで、下手な弁護士よりは詳しいかなと思います。なんで銀行に入ろうと思ったんですか。それは弁護士よりもそっちの方が収入が良さそうに思えたからです。はい、で、まあ、言うのもあれなんですけれども、まあ、当時ですね、僕が大学の頃っていうのはまだ外資系の金融機関っていうよりも、はい、そもそも外資系の企業って全然メジャーじゃなかったです。で、外資系の金融機関で、例えばまあバンクオブアメリカもそうですし、まあ、シティバンクなんかもそうなんですけれども、驚くべきことにですね、日銀と給料が同じだった。日銀って給料高いんですか。いや、ちょっと日銀っていうのは、はい、いわゆる金融機関でメガバンクと同じ給料。ああ、そうなんですね。っていうかメガバンクっていうのは日銀を基準に給料決める。で、知らなかった。で、メガバンクの給料が決まってるから外資系の銀行も給料はそれで決まる、はい、それが一気に変わってったっていうのをもう見ていったのがまさに入って数年の間って感じじゃないですかね。じゃあ、まあ、当然外銀の方が給料は高い、うん、全然高いと思いますし、だから僕なんかもう毎年300万ずつ給料上がりました。え？だから要は初任給300万だった。だそもそもは警察官僚になろうと思ってたんです、学生時代は。え、それも法律って関係あるんですか。法律もちろんもちろん。あ、そうなんです、ね、要は上級公務員なんで。なるほど。だから外務官僚とか警察官僚とか国家公務員上級とか、でなんでそんなこと考えてたのかっていうと、僕が学生の頃、大学3年生ぐらいの時って就職不要の時代とか言われてて、すごい就職難の時代だったんで、これは公務員が安定してるんじゃないかみたいなふうに思う人が結構多かったです。結構多かったですね。だから同じゼミの人間でも公務員の上級職になったの複数いますよね、やっぱり。ただまあそれも面白くないかなと思ったんで、一応まあ商社行ったりとか銀行行ったりとか、まあいろんなところ行っててですね。で、じゃあなんで外銀だったのかって言ったらですね、何でも好きなことやらせてあげるって言われたんですよ。はい。他の銀行はまあもちろんそんなことは言わないですよ。あと商社とかそんなことは言わないですよ。で、まあ結構ショックだったのが、まあ商社は、まあ大手のね、総合商社なんかに行った時に、水産とかでタコとかイカ扱ったら一生タコとイカだよみたいな、そんなような話なんですよ。それも面白くないよなっていう、結構もう決められちゃうよっていうような話をしてて。で、銀行なんかも最初はだから支店で営業だみたいな話があったりとか。だけど外資系の金融機関で、特にそのバンクオブアメリカは、君がやりたい仕事をやらせてあげることを保証するっていうんですよ。それは魅力的。だから、あ、じゃあそうしようかなっていうふうに思ってて、
で、まあもちろん他で、まあ内定出てたところとかもあったんですけども、まあじゃあ思い切ってここに来てみようかっていうのがそもそものきっかけですね。ちなみにそういった外銀とか大手の会社さんの面接って結構厳しそうなイメージあるんですけど。そんなことはないです。あ、そんなことはないですけれども、支店長との面接とかあって、支店長当然外人なんで、はい。まあ面接は英語っていう感じですか。え、山中さんは英語喋れたんですか、当時。少しは。それは普通に学習したレベルってことですか？まあそうね、普通に英語の勉強して普通に英会話の勉強してる人のレベル。そうなんですね。だけど、まあ、僕も法律専攻してたんで、でそのやっぱりね、当時支店長が何を質問してたかって今でも覚えてるけど、うん、日本の憲法9条についてどう思うかっていう質問が来たんで、いやこれ英語で答えるの大変だなと思ったんで、しどろもどろになりながら一生懸命答えたっていう感じですよね。うん、それそんな、だってそんな質問が来るとは想定外って。確かに。ただ別に想定外だけど、まあそれに対してどう答えるかっていうか、答えなんかないんでね。まあそれはどういう対応するのかっていうんで、別にどうでもよかったんだと思いますよ。後から考えるとね。では実際にバンクオブアメリカに入られて、はい、最初はどういった仕事に就かれるんですか？最初はね、僕ね1年以上仕事してないんですよ。え、どういうことですか？ずっと研修してたんで。研修ってどういう内容なんですか？まあ、どういう研修かっていうと、要は銀行業務をまず全て覚えなさいっていうんで、うん、窓口行ったり送金課行ったり預金課行ったりとか、あとは輸出入信用状だとか、融資だとか、とにかく全ての銀行内の部署を2週間ぐらいずつね、僕にまあ要は回って何をしてるかを見ろっていうのが、これがですね、なんと4,5,6,7,8,9,10,11,12,9ヶ月続きました。でも面白そうで、9ヶ月続いたんですけど、僕はディーラーになりたいって言ってたんですね、最初から。だから、じゃあディーリングルームに次配属じゃないですか。はい。で、今度ディーリングルームに入ってからもまた研修が、今度は1月、2月、3月だから、結局1年間ずっと研修をしてた。じゃあその研修はもう、まあ、各部署のやってることをまず把握することと、じゃあ自分が実際入りたい部署に入った時に全体の仕事を把握しなさいねっていう。そうです、そうです。で、その後、今度4月から4、5、6、7、8、5ヶ月、すでにいる人の下について、いろいろと、まあ、アシスタントみたいなことを兼ねながら、まあやっていくんですけど、その次、今度またその次すぐまた研修が入ってですね、で、今度、今度9月から研修が入ったんで、このシンガポール行っちゃうんですよ。はい。で、シンガポールで何やったのかっていうと、ディーラー研修っていうのがあって、ディーラーとして何を知っておくべきなのかみたいな、そういう研修がですね、これまた今度2ヶ月。そんなに。で、この2ヶ月には何をやったのかっていうと、例えば金融学ね、あとは例えばその当時もうすでに先物市場とかオプション市場とかありましたんで、そういうようなことの理論的なことを聞いたりとか、あとは例えばその為替市場の登場人物、はい、まあ要は実需とか銀行とか中央銀行とか、はい、まあそういうような人たちが何をやるのかっていう理論面で徹底的に、あとはリスク管理についてだとか、うん、まあそういうようなことをですね、まあ2ヶ月間ホテルに缶詰でやりました。もう座学みたいな感じなんですか、じゃあ。で、実際にホテルのワンフロア借りてるんで、それぞれの部屋がそれぞれの銀行みたいな感じで、二人一組でもって、実際にシミュレーション、ディーリングの、まあ、そんなようなことをやって、どのチームがどういうことをやるのかっていう。で、それはですね、二日でリセットってことになって、僕たちが、行った時の研修の参加した人たち、ひどい人が多くてですね、中央銀行任せてやろうみたいな、そんなことをやるんで、もうぐちゃぐちゃになっちゃって、ポジションは合わないわ、もうポジションは巨額になるわっていうんで、ちょっと待ってと。お前たちは何のためにここに来てるんだっていうんで、一旦全部、今ここまでのはもう一回ゼロに白紙に戻してもう一回やり直して、で、ポジションの上限はいくらだとか、そういうような、ことを決めて、そんなの最初から決めとけよとか思うんですけど、まあでもそういうんでもってやり直しになって、結局ですね、本当にまともに仕事を始めたのって1年半後ぐらいですよ。そうなんですね。今の外銀とかもそんな、もうのんびりしたことしないと思いますよ。もう多分すぐにアシスタントみたいなことをやらされた後に適性がありそうな人は、もう仕事に就きなさいだと思いますよ。で、僕たちの頃っていうのも本当に古き良き時代っていうか、いい時代だったんで、やったら研修に時間をかけて、いや最初ね、一体この会社何なんだろうなって、いつになったらちゃんと仕事するのかなっていうぐらい研修ばっかりやってました。じゃあその時はそこまで、じゃあ労働的にきついとかみたいなのはなかったですか？ないですよね。ないです。ないんですけれども、でもすでに仕事をしてる人っていうのが、徹夜になったら徹夜にお付き合いするみたいな、そんな感じですかね。
じゃあそれが1年半ぐらい続いて、はい、その後はじゃあ実際ディーリング部の方に所属して、そんでまあ実際にアシスタントディーラーをして、そんでまあディーラーになりましたっていう感じですね。アシスタントディーラーは何するんですか？ディーラーのお手伝いなんで、例えばディーリングルームでもって通常の取引の最小単位って100万ドルなんですよ、はいはいはい、で100万ドル以下の取引ってそもそも市場ではカバーできない。だからそういう小さい金額の取引をして、それが要は例えば売買も結構来るわけですよ、小さい金額も。それが100万ドルになった段階でもってカバーするのか、あるいはならなくても先にカバーをしておくのか。で例えば上がると思ったら先に100万ドルディーラーやってる人から買っときゃいいわけですよね。で後からここに小口でひょっとしたら買ってくるかもしれないとかみたいな、まあ、そういうようなことをやって、まあ、実際に相場感を身につけるっていうのかな。ああ、やりながら。そう、やりながらっていうようなことを、まあ、最初はやって、で、ある程度慣れたら実際にやるっていう。はい、その、じゃあ実際ディーリング部に入ってからは、本当のちゃんとしたお仕事が始まったってことですけど、はい、そうですね、その時は結構しんどさとか大変さはありました？ああ、好きでやってるんで、はい、まあ別に、大変だと思いますよ。だって、はい、誰かが徹夜だったら一緒に徹夜みたいな。ただ家も近かったし、はい、本当の意味での徹夜っていうのは意外となくてですね。まあ一旦明け方には帰ってまた朝明け方、まあうん、まあそんなようなことはありましたね。大体何時ぐらいに仕事が始まって、就業何時ぐらいなんですか？就業はですね、大体朝7時には始まりますね。あ、始業ですね。始業はね。はい、で、業務が始まるのは8時45分でしたね。公式にはね、はい、で公式にはそうなんだけど、でもまあ7時ぐらいとか遅くとも7時半には絶対いますよ、みんなディーリングルームの人っていうのは。あれ、その時は日本でやってらっしゃる？そう、日本でやってました。あ、じゃあ日本時間ですね。はい、日本時間で、はい、で終わりが何時？終わりはですね、公式には5時半とかだけど、ニューヨークが始まるぐらいまではだいたいいるんで、そうすると9時10時はいますよねっていう、そういう感じですかね。でその間も仕事もしてるしって、仕事もしててもいいし、別に何かお腹空いたら食べても、それはその辺は自由ですよね。そうなんですね、うん、まあでもまあそうやりながら、まあ、勉強もしてるみたいな感じですか。それはじゃあ公式での就業時間、就業時間あると思いますけど、それ以外の会社にいる時間って、まあ普通だったら残業に当たると思うんですけど、そこはちゃんと手当てつきますよ。あ、つくんですね。つきますけど、ただつくけども、あまりやっぱり今でもそうだと思うんですけど、とんでもない勤務時間っていうのはあれなんで、適当な残業時間をつけるみたい なとりあえず1日 3,4 時間ぐらいつけとくかみたいな、そんな感じですね。だってそうじゃないと残業が翌朝までとかいつまででもできちゃいますもんね。そうそうそう、確かに。じゃ特に別にここまでいろって言われてたわけではないですね。あ、自主的な、うん。ちなみに外銀時代のその上司とか厳しさってありますか、はい、上下関係。いや、これはですね、そもそもあまりないです、そういうのは。もちろん役職的に上の役職の人とかはあるし、はい、目上の人はさん付けでは呼びますけど、でも当時の日本だったらなんとか課長だなんとか部長だみたいな、そういう役職で呼んでたっていうのはあるかもしれませんけど、さん付けですね。だからまあそういった意味ではあまりそういう上下関係が厳しいかというと、そういうのはないです。ただやっぱりレポートラインっていうのは決まってるんで、当然その上司はいますよね、当たり前ですけど、はい、うんうん、あ、じゃあ別にこう高圧な上司がいたとかそういうわけではなかったですか？それはないですね。へえ、それはないです。いや、すごい。じゃあ人間関係としてはすごい良好な関係を。良好なんで、今でも当時の部下とも上司とも会いますよ、食事会とかで。その例えば横のつながりとかで、例えばこの人めっちゃ頑張ってるけど、なんかこいつ蹴落としてやろうみたいな人がいたりとか、そういうことはあるんですか？それはですね、はい、今は分かんないですけど、当時はなかったです。あ、じゃあみんなもう切磋琢磨、ね、みんなそうね、そういった意味では誰を蹴落とそうみたいな、そういうことを考える人は誰もいなかった。あ、じゃあめちゃくちゃいい環境ですね。そうですね。じゃあもうそういう環境だったら、もうモチベーションの維持そんなにあれですよね、ストレスとかもそこまでなかった。これね、ストレスがあるのかないのかっていうとありますよ。でね、何がストレスかっていうと、やっぱ損失。あ、なるほど。損した時にどうやって取り返そうかっていうんで、それこそ銀行なんで投稿拒否の項が行くのね、銀行の項かもしれないけど、投稿拒否になりそうなぐらい、ああ、まあ、また朝がやってきたみたいな時期もありました。それは損してる時。なるほど。だけど、やっぱり、だんだんとですね、損しなくなってくるんですよ。はいはい、そうすると、そんなことも忘れてみたいな感じなんですけど、これ損した時、あ、これどうして損しちゃったのかな、なんでやることを、なすことみんな逆行くんだろうみたいな時はあるんですよ。それも自分で
カバーしないといけないですよね。そうですね、そうですね、リカバリーっていうか、うん、まあそういう時期はありましたけども、うん、あ、じゃあ仕事的なっていうか、その自分がやったことに対してのストレスですよね。まあそうですね、それ以外のストレス、うん、それはないです。でちなみにプライベートの時間とかはしっかり確保できてました？土日はね、あ、平日はないですけど土日はその分、あの、まあでもゆっくりなるべく寝るじゃないですけど、そうなりがちですよね。あまりどこか出かけたりとか、もちろん出かけたりもしますけれども、うん、結構疲れる、特に土曜日は。あ、そうなんですね。それまでだって月曜から金曜まで結構な労働時間だと思って。1日何時間ぐらい寝てました？1日、そうですね、まあ、寝れるときは 6,7 時間、はい、ね、寝れないときは 2,3 時間、でも 2,3 時間とか結構作らないし、一番ひどかったときはもうずっと起き続けてたのって72時間一睡しなかったってこともありますよ、まあ、3日間、3日ぐらい、うん、3日ぐらい全然寝ないとかって。それはもう例えば指標がめちゃくちゃあって、それはですね、まあ、やっぱりイベントとかでもってとんでもなく荒れて相場が動いてて含み損がとんでもないことになってるとか、そういう時。なるほど。本当にそういう時はもう確かにストレスですよね。いや、もうね、いつ来てもいるよねみたいな感じになっちゃう本当に。お風呂とかどうしたの？しょうがない、そんなんいけないもんだ。だからとりあえずこれ切り良くなって肩がついたらもうちょっと一日休もうかなみたいな、そんな感じですよ。大変ですね、そこは。ちなみに損した話でもいいんですけど、そのご自身のディーラーの時に一番こう動かした金額っていうか、一番動かした金額で一番大きいのは4億4000万ドル。ドル、うん、4億4000万ドル。400億じゃないけど。400円ぐらいかな。それなんで、あの、そういうことになったのかっていうと、今でもよく覚えてるんですけど、ある機関投資家のお客さんが2億2000万ドル。はい、というか2億ドル売ってきたんです、はい、で2億ドル売ってきたから僕2000万ドル乗っけて2億2000万ドル売った。でも自分は2000万ドルショートだと。そしたらそのお客さんが売買方向間違えましたっつって、えすいません4億ドル買わせてくださいって言ってきたのね。でしょうがないなと思うんで、4億ドルそれで自分も乗っけてるから、じゃあ自分のもひっくり返さなきゃいけないからってんで4億4000万ドル買わなきゃいけないっていうんで、うん、でもそれはもうカバーしてるうちにもうどんどん動いてっちゃって、うん、それはその日に2000万ほど損しました。結局2000万ドル2000万円円、うん、カバーしてるだけなのに損しちゃうっていうね、まあ、っていうのはありましたし、あとはもう、1日の取引量って言ったら半端ではないです、はい、だってもう何億ドルとかそういうレベルじゃないです。本当にあの多いと何十億とかそういうような金額で、当時今でいうメガバンクと大手の外資系の金融機関っていうのは、はい、もう本当にどっちが取引量多いかって言ったら多分外資系の金融機関の方が取引量多かったと思うんです。なぜならば、法人っていうのは他にいくらでも儲ける手段があるじゃないですか、融資なんでも。だけど外資系の金融機関って本当にディーリング収益ぐらいしか儲かんないわけです。そうなんですか？それそうですよ。だって別にまあもちろんありますよ、融資とか、あとは窓口企業、そんな知れてますもんね。だから、ね、要はどこで利益を上げるのかって言ったらディーリングみたいになっちゃうんで、だからすさまじい金額を取引する。収益はそこなの。そうです。だから下手すると、まあ、今日は僕が一番取引したかもしれないなっていう日は結構ありますよ。で、まあ、それはね、あれなんですけど、あとはだから、そういう金額っていうのは当然ドル円での取引なんですけど、今でいうユーロの取引、当時は西ドイツマルクだったんですけど、はい、の時は僕が市場で、東京外国為替市場で僕の取引量が一番ずっと多かったと思います。これはもうほぼ間違いないと思う。ちなみに1日最大の損益とかで言うとどれくらいの金額なんですか？これはですね、まあ儲かった損したっていうと損してる金額の方が絶対多くなっちゃうんですよ。これ不思議なもんで。うん、なんでそういうことになるのかっていうと、例えばそのお客さんと取引するときに、例えばあるお客さんが1億ドル買いたいとかっていうふうに思うとするじゃないですか。そうするとその時のレートがいくらであれその時のレートで売るわけですよ、お客さんに。そうするとカバーしきれないから必ず損からスタートするっていう、でそれがとんでもないことになると本当とんでもないことになっちゃうっていうことで、変な話、まあデイトレでもってコツコツ稼ぐわけですよ、はいはい、それを一瞬でもってそういうお客さんに持ってかれちゃうみたいなことになるんで、結構損失の方が大きい、で通常は利益も損も数千万円ぐらいです、1日は、はい、数千万円ぐらいの幅に収まります、はい、だけど一番ひどかった時、その72時間寝なかった時っていうのは最大でもって含み損が6億円超えたりとか、でこれどうしようかなっていうぐらいですよ。
もうそうなると、まあその時はでも最終的にはこれもうどうにもならないなと思って、含み損が2億円ぐらいまで減った時にやめました。でもこの2億円をもうあとはじゃあもうコツコツ取り返していくしかないなっていうような。そうなんですね。で、その時は、まあ要はもう自分が為替市場を動かせるみたいなふうに、まあ、勘違いしてたわけですよ。で、まあいろいろやった結果、結局大きな金額取引しても、小さい人も小さくないんですけど、中ぐらいの金額で取引しても、最終的な収益は変わらないどころか、大きい金額での取引の方がかえって不利だなっていうふうに思ったんで、で、まあとにかく途中からはなるべく目立たないようにやるっていう。目立つとですね、ダメなんですよ。はいはい、はい。もう出る杭は打たれるじゃないですけどね。本当に殺されるんです。そうなんですか。市場からもう要は排除される動きが出てくるんです。それはもう弾が見えてるからもう、あ、また東京で銀行が動いてるとか、銀行ってことはもう山中が何かやってるっていうんで、世界中で分かっちゃうんで、そうすると反山中勢力っていうのが出てくるんです。で、それは全員中央銀行。そうなんですか？そうです。ある時から取引相手がみんな中央銀行になっちゃった。これはもう完全に狙われてるなって思う。ブローカーさんっていうかね、そういう仲介する業者もわかるんですよ。僕の取引相手がみんな中央銀行にいつの間にかなっちゃってるなっていうんで。で、その時にはもう、あ、これ目立っちゃいけないなっていうふうに。それこそ中東とか、東欧とか、いろんなとこの中央銀行が取引相手で、みんな、同じ時間に同じことをやってくるんですよ。あ、もう完全に狙われてる。完全に狙われてる。だから僕が買い始めると売ってくる。世界の中央銀行に狙われるってすごいですね。もうだからもうそれで分かりました。その時にだから僕は一旦ディーラー辞めたことになってるんです。あ、そうなんですか。形上だ、もう目立っちゃいけないんで。それはもう社内とこう上司と話して、相談して、取引するというかを変える。で、大きな金額の取引はしないと。そういうようなことでもって、もう、一旦、もう、アメリカ銀行には山中はいないみたいな。そうしないともう、銀行にとっても良くないしっていう。すごい世界の話ですね、それ。で、今もうそういうことはあるんですか？いや、だから、多分ですよ、はい、自分が市場を動かしてやろうなんていう、そういうことを考えると多分どこかわからないけども、そういう人たちが多分湧いてくるんですよ。そういったと取引とかは会社とかが指示したわけじゃなくて、自分で、まあ、自分で、そうですよ、もう自分で、だから上がると思ったら買うし、下がると思ったら売るしっていうことで、まあ、その後最終的にはまたそこにもう戻っていくわけですけども、プロプライアタリーって全くそうで、お客さんとは関係なく自分で売買する。ああ、じゃあもう自分が例えば先ほどの含み損最大6億になりましたとかも、基本的に上司も別に気にしないっていうか気にしますよねそれはもう大変な騒ぎで、はい、こんなのよ報告できないっていうんで、どうやって飛ばそうかって話ですよ。でも、まあ大変な、もう状況なんですけども、もうそれはもう本当に隠そうっていうようなね。隠そうっていう。くれるんですね、それで。それで、いや、まあ、それはやっぱり協力してくれる人をちゃんと作るわけです。社内で。いや、社内というか社外にも。社外にも。はい。で、いろんな人に協力してもらって、はい、僕はそんなに実はポジション持ってません状態にするんです。ちょっとイメージがずっとだんだん分からなくなってきました。そう、要はもう訳の分かんないことをやるんですよ。で、それでもって最終的にどうにもならないと、もう破綻になるわけですよ。そうですね。だから破綻してる銀行っていうか証券会社とか過去にあるじゃないですか。で、これでもってうまくいかなくなったら破綻なんだろうなと思いながら毎日やってんですよ。だけどまあ、さすがにアメリカ銀行が破綻することはないと。まあその前に、まあクビになっておしまいだなぐらいね。もう、まあそうなったらもう開き直ってますよ。ここでもうどうにもならなかったらもうやめればいいんだっていうつもりで開き直って、まあやるしかないですよね。もうね、あれですよ。本当に外にそういう協力してくれる銀行を複数作っといて、その銀行とですね、まあこんなこと言っちゃあれなんですよ。架空の取引作るんですよ。はい。はい、架空の取引を一件作ってもらうごとに、とりあえず100万円あげるとかみたいな。だから架空の取引作ってっていう。100万円なんかもうどうでもよくなっちゃうわけですよ。それは自分のポケットマネーですか？まさかまさか。会社の。そうそう、会社の一応だって、架空の取引だけど実際取引行うんだもん。あ、なるほど、なるほど。だから、まあそういうようなことをやって、なんとか日々、はい、そういうもう本当余計なコストですよ、そんなのは。だけど、それも取り返す。でも、100万円なんて瞬間で取り返せんですよ、もう、そういう、状況の時っていうのは。だから、もう、それでもって、なんとか少しでもここに取り返していって、あ、もうこれがもう、いいとこかなっていうようなところでもって、まあ、やめるっていう、そんな感じですよね。で、結局それは、取引手法としては大間違いっていう。ああ、なるほど。はい。だから、きちんと、やっぱり、リスク管理、きちんとした
そのリスク管理の中には一定の損失が出たらやめるとか、大きなポジションには持たないとか、はい、っていうようなことにつながっていくわけですよね。じゃあその銀行時代、銀行時代ってもちろん自分の個人での取引はできないですよね。もちろんできないです。もちろんできないです。ですよね。やっちゃダメです。で、今はそんなのって最初から決められてるんですよ。例えばいくら以上やっちゃいけないとかね、きっとね。はいはい、で当時はそういうのっていうのは、まあそういうところまで自己の裁量にも任せられてる部分があったんで、結構妙なことになっちゃったっていう。じゃああまり口出しもしてこないんですか？してこないです、ね。段から、うん。あ、もう自己責任でみたいな。そう。で、ダメだったらやめりゃいいって、そういう話ですよ。まあ自由っちゃ自由。まあ自由ですね。ですね。それでまあ儲かんない人はだから要は抜けていくだけで話した。まあでもそれは外資系のいいところでもありますよね。まあいいとこではあると思いますよ。まあ今は多分当時よりももっと給料高いと思うんで、まあ給料に魅力を感じる人は、まあやればいいっていうそういう話ですよ。確かに。今回は外銀時代の業務についてとか、どれぐらいの資金を動かしたんですかとか、まあ、そういったスキル面とかそういったお話をお伺いしました。次回はですね、外銀に働く人がどんな方がいらっしゃるのかとか、あとは実際モテたのかとか、まあ、そういったお金の話ですね、年収はどうだったのかっていうお話をお伺いしていきたいと思いますので、ぜひ次回の動画もご覧いただけると幸いです。この動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。